攻めと守りの要、ラピッドキャンセルについて説明するわね。ラピッドキャンセルとは、ヒートゲージを 50% 消費してあらゆる攻撃の硬直をキャンセルするテクニックよ。こちらの攻撃が相手にヒットした時、またはガードされた時に A+B+C で発動できるわ。通常キャンセルが不可能な必殺技やディストーションドライブもキャンセルできるのが利点ね。このラピッドキャンセルはコンボを継続させる時や隙の大きい技のフォローにも役立つわ。攻撃と防御どちらにも使えるというわけね。それじゃあこのラピッドキャンセルをコンボに組み込んでみましょう。通常ラグナのヘルズファングは追加コマンド入力以外の追撃は不可能だけれど、攻撃を食らった相手がのけぞっている間にラピッドキャンセルを使えば、それ以外の技でもコンボを展開できるわ。さあやってみなさい。アクション。ヘルズガングが当たった時に A+B+C を押しなさい。入力の受付時間は短くないわ。焦らなくても大丈夫よ。忙しいんだよ俺は。うい、やつ。初めてにしてはなかなかの出来ね。このラピッドキャンセルはいつでも使える分、使いどころに悩むことも多いと思うわ。慣れないうちは特定のコンボの強化や隙の大きい技のフォローなどに使うことを意識なさい。例えばそうね、ラグナなら相手ののけぞり時間が長いヘルズファングがヒットし、そこからコンボを継続させたい時やガードされた時の硬直が長いインフェルノディバイダーをガードされた時のフォローなどでラピッドキャンセルを活用するといいわ。ヘルズファングのヒット時にラピッドキャンセルを発動すれば、普段は繋がらないレバー前入れ C やレバー前入れ D の追撃が間に合うようになるわ。そしてインフェルノディバイダーをガードされた場合はラピッドキャンセルからジャンプ C につなげれば攻めを継続できるわね。使い方はいろいろあるから、あなたなりの使い方を探してみなさい。